一ノ瀬のセリフが気になりましたね。かぶされる、この場所は奴隷たちの力で成り立っているのさっていう、奴隷みたいな、強制労働させられてる人がいるのかなとか。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日は日本テレビと Hulu が共同制作するドラマ君と世界が終わる日に最新情報をお送りします。この動画では毎回いろんな謎や疑問について考察し、時には妄想も交えながらこのドラマの魅力を語っていきます。なおこの動画にはネタバレがありますので注意してご視聴ください。今回は君セカ公式が YouTube に公開したスペシャルドラマの予告編について考察していきます。君セカファンの人にはもちろん、ドラマ好き、ゾンビ好きな人にも楽しんでもらえる内容となっておりますので最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、2月28日に君セカの公式、ウェブサイトで発表されたこの YouTube にですね、君と世界が終わる日に入門編完全新作スペシャル、ドラマなんですけど、そちらの予告編動画が公開されました。ということで、今日はですね、そちらの動画をこうちょっと見た感想と、あと各シーンごとにですね考察していきたいと思っています。収録時間、まだご覧になられてない、その予告動画をご覧になられてない方はね、概要欄に、リンクを貼っておきますので、見てからこちらの動画をご視聴ください。この予告編の動画って本当に1分ほどで短いんですけれども、ただその1分の中にですね情報量がなかなかあったので、ワンシーンずつにちょっと分けて考察してみたいなと思ってます。じゃあまず冒頭なんですけど、柄本時生演じるエースのねアクションシーンから、予告編始まるんですけど、これ面白いなと思ったのが、この周りにですねいろいろこう FPS、ゲームですね、こう FPS っぽいこう演出がいろいろされてて、矢の本数が書いてあったり、こう名前とあとヒットポイント、そういうのもこう出てたり、なんかこうゲームの雰囲気でね、あとゾンビをこうゴーレムを倒すとうっとか言ってこうのけぞるところとかも、なんかこうゲームのシーンっぽくてですね、そういう演出もあって面白かったですね。でセリフなんですけど、ゴーレムを狩りこの世界を旅しているゴーレムハンターエースっていう風にですね、本人は大真面目にカッコつけてるんですけど、この冷ややかな視線を向ける響きっていうね、このコミカルな役どころが今回このエース面白いんじゃないかなと思いました。かなりこう本当に響きとエースのデコボココンビのなんか楽しみですね、その流れが楽しみですね、展開が。はい、でタイトルコールなんですけど、これがですね、なんかこう任天堂から発売されているこうスイッチのゲームですかね、スプラトゥーン風にですね、なんかこうペンキがこう塗りたくられているような感じも面白いですね。これはきっとですね、やっぱゲーム好きな、あんまりドラマを見なさそうなライトユーザーの層にもこう波及するのをこう意識しているんじゃないかなと。君セカのこのスペシャルドラマをこう見たくなるような、そういうタイトルバックな感じがして、いろいろこう考えてますね、マーケティングを。でやっぱり響きといえばこの青いジャンパーがトレードマークの、だと思うんですけど、この予告編でもしっかり青いジャンパーを着ていてですね、シーズン3で結構闇落ちしてしまいそうだったんで、シーズン2直後のこのなんか気力にあふれたね時代の響きがかっこいいなと思いました。でエースのセリフでね、生き残るには人と群れない方がいいかもねっていうこのセリフがですね、いかにもなんかこう、ハリウッドのゾンビ映画ゾンビランドの主人公がですね生き残る32のルールみたいのを作ってるんですけど、そのルールっぽくて、これもやっぱりリスペクトしてるのかなと、悪く言えばパクってるのかなっていうふうに思いました。であとはその次のシーンなんですけど、泉レカ演じるレイナがですね、なんかキャンプ中に襲われてるシーンみたいな感じでしたね。こう横にテントがあったりして、であと軽自動車ほどの高さの台の上に、レイナが乗ってて、そこの周りをこうゴーレムが囲んでるっていうこのシチュエーションがいいですね。でアップになるシーンになると、武器は手製の槍みたいな感じで、で分厚いオーバーを着ているんですけど、この衣装がですね、そして顔が全く汚れてない比較的安全にサバイバルを過ごしてきたのかなっていうのは予測できるんですけど、そんな感じでしょうか。でいよいよパリピの楽園一ノ瀬リゾートが登場するんですけれども、この引きの絵いいですね、海岸線沿いの豪華な別荘地っていう感じで、
こう3棟建物が別荘が並んでいるところが、まあ、この一ノ瀬リゾートらしいですね。で、まあ、その後のこうシーン、飲んで踊って食べられるっていうね、このフレーズがいいですね。なんかこう気楽に遊んでたらゾンビゴーレムに襲われるでっていう、この危険性が満載でね、はい。であとあの一ノ瀬の、セリフ、教えてあげようこのコミュニティの秘密っていう、これがなんかこううさんくさくていいですね、はい。であと縛られて落とされるね、高いところから投げ落とされる人の映像とか、あと牢屋に入れられてるユズキの映像とか、なんかこう不穏な空気を感じて、やっぱりなんかこう最初はいい目を見れるんだけど、こう一ノ瀬リゾートにあるルールを破ると罰せられて牢屋に入れられてしまうとか、そんな感じでしょうか。だとその後のね、一ノ瀬のセリフが気になりましたね。かぶされる、この場所は奴隷たちの力で成り立っているのさっていう、奴隷みたいな、強制労働させられてる人がいるのかなとか、まあ、やっぱりさっきのですね、こう牢屋に入れられてるユズキが気になりましたね。やっぱりこうルールを、破った人間は奴隷階級に落とされるとか、そういうことかなって思いましたね。まあ、あとはもしかしてですよ、ゴーレムが奴隷として働かされてるとかね、そんなストーリー展開をこう考察してしまいましたね。であと引きの絵でこうゴーレムに取り囲まれてるトラックで、そのトラックに乗ってるのがどうやら響とエースらしくて、こう掛け合いしてましたよね、こう罵り合ってましたよね。おそらくですね、響はこうユズキが捕まってしまって、こうユズキをこうユズキにひどいことされたくなければ、響とエースにこう言うこと聞けみたいな感じで危険な仕事をやらされてる、それがあのトラックのシーンなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。でこのトラックのこう窓から車内を撮ってるシーンがですね、ロメロ監督のこうゾンビに登場するあのトラックバリケード作戦を彷彿とさせて、こう私なんかこう胸がちょっと熱くなったんですけど、私だけでしょうか、はい。であとトラックの荷台から次々に降りてくるゴーレムの群れがちょっとめっちゃ気になりましたね。これ何なんでしょう、こう響とエースがあの乗ってたトラックなんでしょうか。だとしたら響とエースがなんかとこう仕組んだ罠なんでしょうか。もしくはこう物資を運んでると思ったら荷台にゴーレムが満載されたとか、そんなオチなのかもしれませんね、はい。まあ、で最後にですね、こう、振られてしまったエースを慰めるこうゆずきのですね、ちょっとこうギクシャクした演技が面白いですね。だからゆずきちゃんやってる女優さんはあんまりコメディーにはちょっと不向きなのかなっていうふうにも思いましたけど、どうでしょうか。でその時の BGM が注目なんですけど、あの菅田将暉の星を仰ぐがこう BGM にちょっと流れてて、あこのドラマにも流れるんじゃないかなという期待が込められましたね、はい。ということでいかがでしたでしょうか、はい。今日はですね、新たに公開された1分間のスペシャルドラマ予告編について、いろいろちょっとこうシーンごとに切り取って詳しく考察をしてみました、まあ、今回ねこうかなり内容の濃い予告編で、3月19日のスペシャルドラマの雰囲気がだんだん分かってきて、公開が放送が楽しみですね、まあ、どうやらこの予告編にちらっと出てたんですけど、 TVer で同時視聴もできるようなので、私はちょっと TVer で見ながらライブ配信を3月19日にしようかなと思っております、はい。皆さんもですね、こちらの予告編の感想をコメント欄に寄せていただけたら嬉しいです。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録、そしてスーパーサンクスでご支援をお願いします。真夜中過ぎに起き出してくる魔物たち、息を潜めて夜の闇の中にうずくまる、獲物が通りかかる時をじっと待ってる、蜘蛛の糸のように張り巡らす